天皇山トンネルは、京都府おとくに軍、大山崎町と大阪府三島郡、島本町の名神高速道路大山崎ジャンクション、IC 高槻 JCT、IC 間にあるトンネルである。下り線右ルート入り口京都府と大阪府の府境に、位置し、名神高速道路では、最長トンネルである。上下線とも左ルートと、右ルートに分かれた2車線のトンネルが4本あり。 合計8車線である。現在の上り線のトンネル2本は新たに建設されたトンネルであり、元来あったトンネル2本は下り線として利用されている。開通当時は上下線に1本ずつのトンネルであったが、次第に交通量が増加して、当ト,トンネルを先頭に渋滞が多発したことから、1998年にトンネルを2本追加して、車線数を倍増させた経緯がある。 これにより渋滞発生回数が大幅に減少し改善されたものの、現在においても、主に前後の渋滞ポイントである、高槻 BS や京都南 IC などからの渋滞が伸びてくるなどして、渋滞していることがある。東トンネルは、車線変更禁止となっている。プロジェクト名、WR ワリフレッシュ名神、中国道、名物、宝塚トンネル常時渋滞の本当の理由。 2年後には、劇的解消、秘策が、産経新聞、https www.sanki.com スラッシュウエストスラッシュ WST1404210003-N1.html2018 年11月29日閲覧。 蘇る大動脈名新高速道路改築事業史日本道路公団大阪建設局発行トンネル工学研究論文報告書第六巻ありがとうございます